今回も質問に答えてみたいと思います。えー、今回の質問ですね。29歳男性会社員。お金のすことま外したいと思い、友内博士の本をたくさん読んで学んで実践しているつもりです。えー、ところがなかなか年収が上がりません。お金のすことま外せる人と外せない人との差があるとしたら、青山さん何が違うと思われますか教えてください。という、まあ、こういった質問ですね。えっ、ー、と、まあ、キャリアプランをきちんと作っていくとですね、自分も えー、例えばですね IT 系の,あの仕事についている方のサポートを実は何人もずっと継続的にしていたりするんですけどもあのキャリアコーチングっていうんですかねキャリアアップのためのサポートも結構具体的にあの相談に乗ったりとかしてますけれども、まあ、そういう方はですね結構長い期間34年からも,もっと78年やってる方もいるんですけれども年収が確実にあの 上がってますよ、ね、でどういうタイミングで上がるかって言ったら転職のタイミングです。<laughs> これは同じ企業の中で毎年ガンガンこう年収があの10%ずつ20%ずつ上がるっていうのは、まあ、これなかなか厳しいんですね昇給制度の中でいうと。で転職するときは一気に上げるチャンスなんでそこを狙ってですね、えー、っと今いるその職場で職で えー、次の,その職場で、えー、高く買ってもらう自分の年収が上がるようにどんどんスキルアップをして、えー、そこでこう知識とかスキルとかですね経験を蓄えて転職の時にガツンとこう上げていくとそういうことをやっていくとあの年収はあの上げやすいかなと思います。そ、まあ、そうういいっったた形の職職種種とそうじゃなももあったりすするんですけれども きちんと自分の,その知識スキルそして経験をあのしっかりと積み上げることができたら、まあ、会社員でもサラリーマンでもあの年収をどんどん上げることができるというのが今の社会かなと思います。えー、と,ということを踏まえてですね、えーまあ、独立起業した方はまたあの別なあの観点にはなるんですけれども 独立起業してフリーランスやってる方とか本当に自分で会社を立ち上げてるっていう方はですねお客様に対して価値を提供して対価をいただくわけですから会社に勤めてても基本的にはお客様がいてそのお客様が「これ価値あるね」って言ってそれで売り上げ当たってその結果として自分に給料が入ってくるその流れをですねきちんとこう踏まえていくと結果として自分が。 えー、アウトプットしてる自分が提供してる価値が、えー、最終的にそれがお客様に届いた時にそれは価値があるねと思ってもらえるかどうかですよねまずそこがあのポイントになってくるので自分自身が提供する価値に対して客観的に抽象度高い視点で本当にそれが価値があるかどうかを常に見極めることができるかどうかここにかかってるかなと思います。 ということで、まあ、お金のすことまの外し方っていうのは、具体的なあの実践方法は、友達お母さんの本の中に散々書かれてるので、そちらにしっかりと、えー、書かれてる内容を読んで実践すること。で今日お伝えするのはその、いわゆる差ですよね。うん、じゃあ実際、えー、どこが差になってくるのかっていうところで、一つ具体的な話として、抽、え、象、ー、度という概念、抽象度高い視点で自分の価値を見るということが一つ。そして、 自分の視点ではなくて相手視点から自分の価値があるかどうかを見れるかどうかこの部分についてあの今回はお伝えしていきたいと思います、えー、結局のところこの29歳男性の方会社の中で、えー、いろんな仕事をしててもそれがですね自分が提供した価値が、えー、相手 視点でで価値があるるかかかかどどううをきちんと見極められているかどうかですね最終的にそれがお客様のところに届いた時に、まあ、どういう仕事をしているかにもよりますけど届いた時にそれは価値があるねというふうに思ってもらえたら自分がやっていることがあのきちんとお客様に届いているわけですよねだから常に自分自身が日々、えー、いろんな仕事をしながらアウトプットしていると思うんですがそのアウトプットが、えー、お客様に届いた時に価値として伝わっているかどうかこれは素晴らしい価値だねと。 まあ支払ってるお金よりも受け取った価値の方が大きいよねっていうふうに思ってもらえるかどうかを常にお客様視視点点ででで見見るるここととそして抽象度高い視点で見ることですよね逆に言うとお客様視点とか相手視点がない人がですねいくら知識を積み上げたりとか技術を積み上げたりとかしてもですね結果として相手に届かないものをあの深掘りしてしまうことにもなりかねないので。 えと知識とかスキルとかを積み上げる前に常に相手から見た時にここは磨いた方がいい場所だっていうのをえ分かった上で俯瞰した上で分かった上でそこを徹底的に磨くというような順番ですねまずはお客様視点そして自分が提供する価値のところでどの部分を磨くことによって相手にとって価値というふうに見てもらえるかどうかっていうのをきちんと見極められるかどうかここをしっかりと押さえてみてください。 そして世の中は商品とかサービスはもう溢れてますのでその中で自分が提供する自社が提供する商品とかサービスを選んで購入していただくそのためには何が必要かっていうところをきちんと見極めるということですね自分自身でそれを分かった上でその部分について磨きをかけていくということで結果として、えー、じゃあその価値がですねお客様に届いたときにそのお客様の課題とか 問題とか、いわゆる悩みですよね、それを解決するものなのかどうかというものを、えーまあ、ここもですね、えー、と見極めるということですよね。 まあ先ほどか言ってるお客様視点で物事を見るお客様視点で自分が提供してるものが価値があるかどうかを見極めるというのは、えー、もう一歩深くあの捉えてみるとお客様が今抱えてる問題とか悩みとか課題を解決するものであるかどうかっていうのは一つ、えー、考えるポイントになってくるかなと思います。そのの悩みとか課題に刺さるものであればあ この商品とこのサービスを購入することによってこの悩みが一気に解消する解決するっていうものであればやっぱりお金を払って、えー、それを買おうとするわけですね購入しようとするわけですよね常にそういう形で自分自身が提供する、えー、価値がお客様にとっての、えー、問題解決のいわゆるソリューションになってるかどうか問題解決をするものになってるかどうか 悩みを解決するるものになっているかどうか、どうそういった視点で自分自身が提供する価値がお客様に届いているかどうかをもう一回考えてみるといいんじゃないかなと思います。よくあるのがですねそういった視点が全くない中で世の中の情報に流されてこれが稼げる職種だこれがこれから年収が上がっていく技術だ、スキルだっていうことでそこに飛びついてしまう。 パターンですよねそれは顧客視点が全くない中で自分自身が、えー、っと闇雲に知識を詰め込んだりとかですね技術を。 あの積み上げたりとかして結局それがお客様に届けることができないそれが自分が提供する価値がお客様の悩みとか課題とかいわゆる問題解決にどのように結びつくかということは一切わからないでただこのスキルがあの今流行ってるからとか今これ稼げそうだからとかこの資格を取っておいた方がとかってそっちに行ってしまうんですねここれは方法ととと手段を全く取り違えてるといるうことですよね。 えー、やはり目的はお客様にきちんと自分の価値を届けることその上で価値を提供して対価をいただいてっていうことの経済活動につなげていくわけですから、えー、方法とと手段を間違えないことですね。まあ、今言ったように、えー、何か資格を取らなきゃいけない、ね、この技術を身につけなきゃいけない。 IT の,このプログラミングをやんなきゃいけないとかこういったスキルを身につけると稼げるようになるはずだってそっちばっかりに目がいってしまってお客様視点を全くこう取れないようなマインドになっていくとどのような業界でもどのようなポジションでもですね 結局のところあの知識はあって技術はあるけれどもそして資格もいっぱい持ってるけど全くお客様に刺さらないというそういう、えー、パターンに落ちてしまうかなと思うんですね。それは、えー、結果としてお客様から見た時の、えー、市場価値にはつながってこないということですね結果として選ばれない商品サービスになって選ばれない人になってしまうということでこれはしっかりと抑えていくとことですよね。 とということで、常に今後ですね、えー、会社員を続けるにしても独立起業してフリーランスそして会社を立ち上げるにしても常に顧客視点そしてマーケットの視点っていうのはあの、まあ、当たり前ですけど必ず確認すること日々確認することそしてその相手視点顧客視点マーケット視点で自分の価値は今どうなってるのかも日々検証して、えー、足りないところを磨く。 日々検証して毎日こう磨いていくこれを、えー、ずっと繰り返していくということですねまあ、結果は必ずあのまあ、その方向でいくと必ず結果が出てくると思いますということで逆に言うとお客様から課題とか悩みを聞いてしっかりとそこに 当てはまるようなソリューションサービス商品を出していけばですね必ずビジネスは広がっていくはずなのでぜひその視点を忘れないようにしていただければと思いますまあ、これがですね結果としていろんなこう考え方とかマインドセットありますけどこのお金のスコートも外すいろんなやり方の ベースとなる部分ですよね。当たり前といえば当たり前ですし、まあ、分かっているという方にはあの今回は復習の内容になってしまっているかもしれませんけれども、まあ当たり前ですけれども、基本中の基本でとても大切なところなんで、今回は以上の内容でお話をさせていただきました。ぜひ繰り返し視聴していただければと思います。今回以上です。ワクワク様でした。